こんにちは、YouTube で稼げてますか ?YouTube で稼ぐのにはチャンネル登録が1000人いるそういうふうに思ってませんかもちろん広告収入を上げようと思えばチャンネル登録1000人以上が必要なんですよでも考えてみてくださいよ広告なんて出してなくったってあなたの町のラーメン屋って流行ってませんか近所の雑貨屋さん広告出してますか 近所の床屋さん創業50年広告出してますか多分出してないんじゃないかなと思うんですよつまりね広告収入に頼らなくても少ないアクセスなら少ないアクセスなりに販売売上げ上げていく方法あるんですよねいやそもそも YouTube やってきて視聴者さんが5人ですその5人の人に何か悩みはないんですかね その5人の人は一切お金を使わずに暮らしてるんでしょうか多分動画を見るってことは何らかの問題解決を期待して再生ボタンを押してると思うんですよ。だから視聴者さん一人なら一人でその人の胸の内を解き明かしてですねその人が一番困ってることに解決方法を提案できればそれはビジネスが成立するんじゃないかなと思うんですよ。つまりね、そっか塾の YouTube での稼ぎ方っていうのは アクセスが少ない時にどう稼ぐかっていう方法をお伝えしてるんですよね。まあそういった取り組みを信念はしようかと思いますけどもただね全体的に多くの人に YouTube の有益性を訴えかけたところであまり響かないしそして伸びていかないっていうのが現実なんですよ人はすぐに飽きてしまいます YouTube で稼ぐぞって言ってもねチャンネル登録思ったように達成してなくても チャンネル登録をを増やすす方法を真剣に勉強する人はいないいんですよいやいなかったです。私が無料教材をいくら即解塾の中で出したところでやっぱりねそれを大切に思って学ぶ人はいないなんですよねチャンネル登録1万人以上を突破した私の言うことでも聞かないわけですから一体誰の言うことを聞くんでしょうかという形にはなりますよね、えー。ということでね2022年は有料版で YouTube の稼ぎ方こちらにフォーカスしたコミュニティを運営していこうかと思います。 もちろんね、やるのは私でゃありません。あなたですよ。私はやり方をお伝えしますけども、私が代わりにやるわけではありません。今まで私がやってきたことを、次にやるのはあなたなんですよ。今まで私が稼いできたこの方法を、引き継いで稼ぎ始めるのはあなたなんですそういう覚悟のある方だけ、ご連絡をいただければと思います。えそれではですね、今日は12月29日です。YouTube チームで稼ごうという、そんなね、放送させていただきました。 価格ももう決ままっております。今日と明日はこのままの価格でいきますけどももう大晦日まで考えてる人には申し訳ないですけども値上げをさせてもらいますそして新年からは販売しません少人数でいこうかと思います場合によっては1人この1人に対してねしっかりと YouTube で稼ぐノウハウをお伝えして2022年のミッションを終了にしようかと思いますよねもちろん1人に指導するのも5人に指導するのも10人に指導するのも 私としては全然ヘッチャラで誰でもこなせます。ただ100人となるともうできません。ですんで、今回の人数制限は非常にシビアにね、マックスで5人にさせてもらいます。よろしいでしょうかね。それではご連絡お待ちしております。いってらっしゃい。